ます。ありがとう。乙女ゲーおすすめなんですか？乙女ゲーはあんまりやってないです。初見さんいらっしゃいませ。コメントやめろって言ってんのにコメントするよね。もう今コメントしたやつら全員嫌いだから。もう超嫌い。あー、早とし！早とし来た！あー、ありがたや。あ、ペッパーでこれもありがとう。お金あってもお休みなくて会いに来たらありがとう。ワクショー行きたい。百姓ね。あ、はやとしありがとう。はやとし、はやとし、初見です。踊りとしゃべりのギャップが好きです。ありがとうございます。皆さんに会いたいな。ありがとう。お茶と拍手もありがとう。ワクショー制服でも、まあ、動けづらくなかったらいいよ。ジュークボックス行けなくなったごめんなさい。マジ申し訳ないね。しょうがないね。あー、もうダメだ。もう読めない。もうやめた。もう全員もうやめて。もうやめて、本当に。もうほんとやめて。コメントやめてよ。なんでコメントすんだよ。今しないでって言ってるよ。なんでコメントすんだよ。お金貯めて会いに行きますからね。ぜひ来てね。罠だ。なんの？やつ大好きのすけの丸ありがとう。8ですか、小鉄にした。あー、いいと思います。いい趣味をしてらっしゃいます。チェキルーム買うね。バックできますか？そんなの今聞かないでよ。できねえよ。習ったことないし。皆さん会いたい。ありがとう。山形のどの田舎でも来てくれますか？もうイベントを呼ばれればぜひ。お茶ありがとう。おっつありがとう。拍手もありがとう。だからコメントやめてあげなよって。優しいかよ。お茶ありがとう。ニアさん、米読みお疲れ様。ありがとう。初見ですか？ありがとうございます。よく頑張った。ありがとう。声小さくなるよ。お疲れさん。ありがとう。お疲れ様でした。ありがとう。お茶ありがとう。読み切った。おー、読み切った。もうこっから先はもう読まないから、もう好きなようにコメントしてくれたまえ。ああ、疲れた。いいよ、好きなようにコメントしたまえ。ああ、もういいよ、好きなようにしなさい。はあ、疲れた。記憶なし。よだれ垂れた。これはモーティーからかな、もらったプレミアムうまい棒を食べるよ。うん、俺の大好きな明太子味。じゃあ本腰入れるか。なんだ、鬼畜なリスナーたち、本当だよ。ニコ生だったらタグついてるよ。読まなきゃ米の意味ないやん。すいませんね、すいませんね。ブチギレ方針にいいな。そうだよね、読まなきゃ米の意味ないよね。そうだよね。今言ったことは何だ。お兄ちゃん、その青を持って帰ってきてよ。と、これ？これ？お前もムックのせいで草食いたくなる。わかるー。うんうん。うめえ。うめえ。うん。うん。皆さんより米読む人見たことない。本当に？嬉しい。皆さんのテンション高さに癒される。本当？うん、うん、うん、プレミアムうまい棒マジ神うまい、うん、ラブマツさんめっちゃコメント読んでくれるよ。ニナスもだけど、何？ラブマツの分際でご飯食べてないの？食べたけどお腹空いちゃった。うまい棒でみんな一番好きな味何？ GO！ うみんな好きな味、明太子、わかってる。コンポタ、うん、無難にサラダ、うん、コンポタもね、と一周回ってサラダいいみたいなとこある。あ、シュガーラスクは完全に邪道だろう。でもうまいけど、あ、明太子多いな。うん、コンポタ明太子ですね。チョコ？たこ焼き。わかる。たこ焼きわかる。たこ焼きマジやばい。ニーナさん違うだろう。コンポタわかるわ。コンポタわかるけど、やっぱね、たこ焼きやばい。焼き鳥。うまい棒よりニーナさんの方が好き。嬉しい、そういうの。あ、照り焼きバーガーうまい。わかってる。今だけだってだらけちゃいけないよね。びっくり。キャラメル？
マハさんかわいすぎかよ。ギャップに殺される。エビマヨ面白いじゃない、おいしい。たこ焼きのスナック、なんかね、よく考えてみたスナック味のそのポテチとかの味ってなんかさ、何味って書いてあるけど、よく噛んでみたらなんか全部ニンニクな気がしてくるんだよね。私、担任の先生の差し入れ常にうまい棒、差し入れあげてんの。なんかね、本当にその味じゃないかもって思い始めてくんだよ。なんかポテチは醤油、あれポテチはコンソメかな。なんかすごい今までコメントしてて今日初見なの。マジで？レンコン？どう？もはや何味か分かんなくなってくるんだよ。あ、のり塩ね。うん。そう、たこ焼き味とお好み焼き味って全部ソースで、プリンにちょい足しするとしたらやっぱ醤油でしょ。ここは騙されてやれよ、ワロタ。うん。うん。幸せバターやばい、わかる。あ、オニオン系もやばい。そう、もはやパッケージの洗脳、それなの。やっぱ醤油マヨ。うまいよね。ポテチはコンソメ。リリーちゃんの生誕祭の時に、葵がリハーサルでめっちゃポテチ食ってて、めっちゃうまそうにポテチ食ってて、そっからポテチ熱がちょっと若干再発したもんね。もうなんか。ポテチってやっぱいいよね。絶対うまいよね。結構お菓子食べてる私は。あ、ファミマの俺シリーズね。飯テロなのこれって。菓子テロじゃ。まいうまい。そう、ポテチって意外とタイミングないと食べないんだよ。自分からなんか進んで、あ、ポテチ食べようっていうよりも、家にポテチ置いてあったからポテチ食べようみたいな方が多くない？うん。ヤンヤンつけ棒やばすぎ、超好き。ヤンヤンつけ棒マジ好き。わかる。いつも思うけど、いろんな種類入ってるが売れると思う。30本バラバラ。確かに。あ、ポテチ2袋。そうそうそう。リハで2袋食ってコーラ飲んでたから。それであんだけ体型維持できるから、普段相当さ、辛い訓練を受けてるんだなって思ってる。ヤンヤンつけ棒はチョコとトッピングが最後の方って。あ、わかるわかる。あれなんか新幹線の中とかで食うとさ、微妙な感じになるんだよね。ヤンヤンつけ棒食いてー。あー、いってらっしゃーい。ヤンヤンつけ棒超食いてー。毎回ひっくり返す、わかる。うっ。ポテチじゃない。ポテトチップスだから。ポテトチップスの。ポテトチップスってはなんか、ポテチじゃん、それじゃん。ポテトチップスの、あの、イントネーションが、ポテチじゃん。ポテトチップスだから、ポテチじゃないの。ポテチじゃない。ポテチ。ポテチ。わかる？ポテトチップスじゃないじゃん。マックもそうだよね。マック、あ、ま、マックは、マクドがやばい。マクドナルドなのに。マクドって、マク、あ、合ってるわ。合ってるわ。マクド合ってるわ。クローチーありがとうね。バイバーイ。今思えばもう、ポテトっていうやばすぎ。ははは。